ごきげんよう。チュニ映画プロジェクトアイドル部の三石桔梗です。それでは聞いてください。彼と一緒にお店がしたい。お小遣いだけじゃ足りなし。
ありがとうございました。今日のためにたくさん練習してきたので、その成果が出せたかなと思います。ありがとうございます。それでは三石桔梗でした。ありがとうございました。